選手オリジナル書き下ろしイラストで、種類が全部で26種類。2人はプリキュアもね、ラインナップしてるんでね、まあ、とりあえず早速開封して見てみるかな。このパッケージの3人が今のプリキュアのはずなんだけど、俺今のプリキュア見てないからわかんねえんだよな。今のプリキュアって3人だけなんかな、主要メンツって。まだ3人しか出てきてないんか、それともずっと3人なんかな。 SSR は箱押し仕様、めっちゃ楽しみだよね、箱押しね。とりあえずはコンプリートしてくださいっていうリクエストが来たので、なんとかね、あのコンプできるように200個はあのコンプのためにゲットしてきたから、おそらく200個で、全部で26種だから200個でね、コンプできると思うんだよね。ラインナップは全部でこんな感じで、あとね、あの HR っていうのもあるんだよね。多分 SSR よく上のレアリティだと思うんだけど、 SSR は箱押しででも書いてるから、SSR が一番上なんかな。この HR は多分ヒロインレアだと思うんだけど、特別彩色のヒロインレア収録って書いてあって、多分あの HR ヒロインレアだから、それだと思うんだけど、こういう感じのやつなのかな。全種類コンプリートを狙っていきましょう。いや、できるからなんとか200個は確保できたんだよね。だからコンプはいけると思う。いや、コンプできなかったらごめん、マジで。コンプしてみんなで見ようと思うんだけど、コンプできんかったらきついな。できるかな。さ、キラキラしてないから、これはノーマルカードだね。カード仕様見にくい、あの名前がね、下にちょっと見にくいけど、キュアミューズって書いてあって、裏面はこんな感じで、レアリティ、あ、書いてあるノーマルだね。ノーマルでナンバー15のカードで、あと、あの、変身の時のセリフも書いて、つまびくわ、女神の調べ、キュアミューズ。その下にはプロフィールも書いてありますと。全部こういう仕様なんかな。よしよし、いい感じ。一発目、ね、ノーマルカードが出ましたと。そして、いや、SSR ワンボックス何枚入ってるかなんだよね。それによってさ、200個じゃちょっといけない。あ、これ今の、ね、プリキュアだよね。見た目はあんまり変わんないけど、なんかデザインがね、かっこいいんじゃないかな。キュアプレシャスとコメコメって書いてね、キュアプレシャス&コメコメで、裏面、あ、裏面も違うね、だいぶ。はぁ、あ、はぁ、あ、ね、SR だ、1番のカードじゃん、しかも1番のカード、すげえ、1番のカード来た。 SR、 1番 SR だったっけ。あ、そうだね、1番 SR だ。キュアプレシャスとコメコメ、コメコメってどれだろう。コメコメってこの子かな。コメコメ。もう2番のさ、キュアスパイシーとかノーマルなんだね。1番目の、キュアプレシャスとコメコメだけが SR になってた。この、キュア、スパイシーどっちだろうね。どっちか多分スパイシーだと思うんだよね。キュアスパイシーとパムパムと、キュアヤムヤムとメンメンっていうのも。あ、なんかこっちヤムヤムっぽくない？なんか中国っぽいさ、なんかこう、チュンリーがつけてるような髪のさ、やつつけてるから、ヤムヤムっぽいね。なんか、ヤム、あ、ほら、この子ヤムヤムじゃねえの、違うかな、なんか中国が、あ、やっぱそうだ、ヤムヤムって書いてる、キュア、ヤムヤム。美味しいってことかな、ヤミーの。ヤミーから取ってるのかな、ヤムヤム。これが、ナンバー6だ。R、レアカードだ。なんかそんなにね、カードの違いが、ないような気がするのだが。SR とノーマルとレア。あまりなんかデザイン変わんないよね、カード仕様ね。いわば SSR と HR がとんでもなく違うんかな。さてさて、この調子で、ワンボックスで何枚被るかだよな。俺的にはやっぱ二人はプリキュアめっちゃ欲しいね。あと、キュアドリーム、プリキュア5すごい好きだったから、あとハートキャッチプリキュアだよね。だから、俺はすごい見てたのはそのあたりだからな。だから、その、おお、噂をすれば、二人はプリキュア、これも伝説だからもうな。すげえ。これは何仕様なの？二人はプリキュアすごいね。あ、SSR だ。ナンバーが23番かな？ナンバー23の SSR。すげえ。レジェンドカード来た。まあ、箱押しになってるもんね。SSR は箱押しって書いてあったから。おお、さすがだ。とりあえずこれ、俺が欲しかったカードだから。いや、よかったわ。ゲットできて。すげえ嬉しいな。で、次のカードが、おお、連続で来るってやばくない？すごくないこれ。だってランダムできっと入ってるでしょ。その中で連続でこれ来るって奇跡じゃない？結構。すごい、二人はプリキュア、続いてきたぞ。なんか、これやばい感じがするんだけど。でもノーマルね。カード仕様はノーマル、ということで。で、次。いやー、H レアとか早く見てみたいよね。SSR は今見れたから、あと HR ちょっと見たいな、どんな感じの
仕様なのかね。HR。HR が 3枚だっけ ?3 枚しかないはずだから、結構レアなんだよな。キュアコーラルとキュアパパイヤとキュアフラミンゴの3枚だったよね、確か。あれ、確かそうだ、3枚しかないんだよ、キュアの、キュアフラミンゴとキュアコーラルと、キュア、キュアコーラル、キュアパパイヤ、キュアフラミンゴの3枚。だから、いや、貴重なんだよな、そう簡単には出てきて、おぉ、キュアフォーチュン、これキュアっぽいけど、あ、ノーマルだった。ごめん、キュアフォーチュンノーマルだったわ。すごいキラキラに見えたんだけどね。ノーマルはこういう仕様なんだね。一番最初にゲットしたキュアミューズと同じカード仕様になってるな。で、他のリアリティはちょっと違う。後ろとかに何も書いてなかったりね。プロフィールとか文字が書いてなかったり。おぉ、キュアフラミンゴ、これ、あれだろ、HR だろ。キュアフラミンゴ、こっちだ。あとはコーラルとパパイヤだ。これ多分 HR。ほら、HR、初の HR。ワンボックス1枚目だ。すげえ !HR ゲットゴールインだよ。これいいね、なんかね。かっこいいわ。ブロマイドみたいな感じ。ブロマイディみたいな感じだわ。HR。すげえ、てかもうイチゴの匂いがすげえ。前に開けたさ、サンリオのさ、ウエアス覚えてるみんな。その時さ、イチゴだったじゃん。これ全く同じだわ。サンリオのウエアスと同じ。いちごの上やす。これバリベンだよな、いちごの。今一番好き。いちご上やす。てか、いちご上やすって書いてあって、これ。あ、書いてあるわ。いちごクリーム味上やすって。これ今一番うまいんだよね。前回のサンリオのやつと同じ。サンリオの時もね、いちごの上やすだったんだよね。すげえうまいんだ、これ。一応、ダントツでうまい。今一番ね。ダントツナンバーワンのうまさということで、最強に嬉しいわ。よしよし、この調子で、どんどんね、SR が今のところ1枚と2枚出てるから、まあ、こんな感じなんだね、SR はね。SR はこういうカードして、こういうのが来たら、ま、SR って覚えておこう。見てすぐ。でもこっちの SR とこっちの SR 違うよね。こっちデータとかさ、セリフ書いてんのに、こっち書いてないんだけど、なんか違うのか？同じ SR なんだけどな。こっちのこういう仕様のカードもあんのかな？後ろのラインナップに書いてあったっけ？で、これ右半分終わり。さて、いや、コンプいけるかな？この調子だとなんかいけそうな感じもするけど。あ、おー！来たわ。うわ、違う。HR じゃない。HR っぽかったけど。違うね。キュアスパイシーだもん。キュアスパイシーだから、2番かな？あ、でも2番ノーマルだ。あ、そっか、R だ。R。R のキュアスパイシーだ。2番のね、キュアスパイシーはノーマルで、ね、パンパンと一緒だから。そして、次。行くぞ。さあ、頼むぞ、被るだよ。左、被るとしては左半分なんだよね、こういうシリーズは。すげえデザイン来たぞ。カード、キュアビート。キュアビー、そう、キュアビートね、キュアビート。すげえ。でも、ノーマル。マジでか、これノーマルなんだね。ノーマル仕様のカード。信じられないわ、すごい光ってんのにね。めちゃめちゃ、あと、H レアと SSR もう一枚ぐらいずつちょっと出てほしいんだけど。よしよし !SSR 入りました。これ完璧に発光しだからね。ほら。完璧に発光しということは、SSR と。オッケー !SSR はこれで2枚目。SSR はね、合計4枚あるから、今回ラインナップに。ワンボックス2枚だったらちょっときついね。ワンボックス2枚だったら、あっちで持ってないの出てくれるかどうかだからさ、被りも出る可能性あるから、そうなってくると、200でコンボきついかもしんね。え、やばいな、すまん、みんな、コンプできんかもしんねえ。なんとか、あ、オッケーオッケー。キュアブラック。かっこいいな、キュアブラック。デザインが最高だわ、デザイン。カード仕様、デザインがね。キュアブラック。SR。いやー、なんか、やっぱ強そうだな、一番強そうな感じするわ。キュアブラックね。めっちゃ強そうじゃない？これは、SR。SR のカードをゲット購入ね。よしよし。あと、ヒロインだよな、HR。ヒロインレア出さないといけないんだけど。頼むぞ、ヒロインレア。出ねえか。そう簡単には出ねえよな。やっぱりな。なかなかのさ、クオリティの高さだったからね、カード仕様がこれ。ブロバイディみたいな感じの。これすごいよな。特別彩色っていうことなんだろう。なんか目のとこすごい綺麗だから。目がなんか特別に塗られてんのかな。綺麗だよね、これね。めちゃめちゃ綺麗なんだ、仕様が。いや、もう一枚出ねえかな。もう一枚。頼むぞ。コーラル、キュアコーラル出るとしよう。
うわー、ヤムヤムだね。ヤムヤム、これあの今のプリキュアのヤムヤム、イエロー、ヤムヤム、間違いないよね、ヤムヤム。よしよしよし、なんとかいい感じで来てる。被ってないからね、被ってないだけでかなりいい感じで来てるから、頼むぞ、来てくれよ、ささっ。おー、来たわ。これでブルボイディが2枚揃ったね。 HR キヨパパイヤ、オッケー、ゲット降臨で、間違いで、ほら HR、ダブル HR だもんね。あと1枚でコンプな HR、 キヨパパイヤとキヨフラミンゴが出たから、あとコーラルだ、コーラル残ったな。コーラル、あの HR はこういう仕様になってる、なんか写真みたいなね、ブロバイディみたいな感じの、なんか目の部分がちょっと特別になんか綺麗な感じすんな、カード仕様としてはね。で、さて、あと4パッキーか、どうだ、HR も出てもいいんだけどな。HR も出てくんねえから、HR で。もう、揃ってくれたら嬉しい、このワンボックス目で。ただ、そう簡単にはイカの天ぷらだよな。ちょっと頼むぞ。この調子で、ミヤコもうまい具合に SSR 持ってないの出てきてくれないと、コンプリートはできない。やばい。そうなってくるとかね、キュアプレシャス。これは今のプリキュアだね。なんか、あれだよね。HR っぽいけど、これ違うんだな。HR っぽい感じするけど、R の、R 仕様のね、カードになっていると。で、残りが2パッキーということで、ワンボックス目が終了する。さて、HR 来るか、あ、来ねえかな、HR。やべえな。では、ワンボックスかぶらんで出てきてくれてるから、嬉しいね。ワンボックスかぶる。これはもうかぶりないわ。これかぶんないだろ、最後の最後で。もうこれで最後だからね。もうない。さて、どうなるか、頼むぜ、頼むぜ、持ってない、しゃー、SSR じゃん、よっと、ね、覚えた、プレシャス、ヤムヤム、スパイシーだよね、プレシャス、ヤムヤム、スパイシー、覚えた、覚えた、オッケー、オッケー、あと1枚でコンプ、SSR、いけるぞ、3枚出たわ、SSR、結構いい感じだわ、内訳、ワンボックスね、あの、HR が2枚出て、SSR3 枚出て、 SSR3 枚出たのがガチで熱い、激熱い、2枚だったらちょっときつかった。で、あと SR が4枚出たんだけど、あとね、これね、ホワイトだよね、ホワイトで、ブラックとホワイト揃ってないから、ホワイト出たらコンプだわ、5枚だったから SR で、レアが3枚出まして、で、あとは全部ノーマル、ノーマルはまだもうちょいあるね、この箱で決められるかどうか、次、ニアコミに突入。絶対コンプは決めたいんだけどな、なんとか。まあ、シークレットとかないから、そのまま行きやすいと思うんだけど、なんとか決めたいんだよな。リクエスト来たやつはね、全部で、ね、絶対コンプリートしたいんだよね。で、みんなで並べてみたいんだけど、ちょっと強いかも、あー、被ったな。貴重な HR 枠が、あとコーラル出てないんだけど、コーラル頼むって。ほんと、ここ。いや、頼むよ。コーラル。これでコンプだから、コーラルが出たら、とりあえず HR はコンプ。で、さっきと同じだったらさ、うわ、もう、やばい。ちょっと待って、HR きつい。HR で、止まるかもしんない。やばいぞ、おい。どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう。あと SSR だよな。SSR なんだっけ、あと。ハピネスか。ハピネスチャージだよね。出てないの。いやー、やばいな、出るかな。めちゃくちゃ怖えわ。でもまあ、ここまで来たらもう被りまくるからね。あとはもう、まあ、ノーマルも出てないのあるけど、あとはもう、ほとんどレアリティ高いやつだから、それでどうなるかなんだよな。やばいな。まあ、被りも、ね、嬉しいけど、先にコンプ決めちゃいたいよな。先に、うおー、デリシャスか。ハピネスチャージだったら、これでコンプだったね、SSR。でも SSR はまだ、まあ、さっきたまたま3枚だったかもしんないけど、まだ出る可能性あると思う。あと2枚、さっきと同じだったら2枚出るし、1枚で終わることはないと思うから、さっき3枚出てるから。え、やばいな、ちょっと待って。コンプできるよな。コンプさせてくれよ。頼むぞ。あと SR のさ、あの、キュアホワイトも出さなきゃいけないし、スパイシーね。やばいな。どうなる？頼むぞ。ちょっと、まさか、もうワンボックス。ただな、売ってるかどうかなんだよな。売ってたらね、あの、また買ってきて。おっしゃ、来た！ SR コンペ。これでキュアブラックとホワイトが揃ったから、SR コンペ。よしよし！ SR 全5枚。コンプリート。これで SR コンペ。よし、オッケー！ありがとう！ありがとう！
これ右半分がもう終わる。半端じゃねえよ、この追い込み。追い込みが半端じゃねえ。頼むぞ。さっ、ふぅ、あと HR 決めたいんだけどな。 HR も決めたいんだけど、頼むぞ。まあ、ノーマルとかね、他のリアリティのやつは簡単に埋まると思うんだ、正直。だからリアリティ高い連中がきつい。こっからが左半分やべえ、結構追い詰められている。あと5枚か。あと10パッキーで、あと、いや無理だわ。ちょっと待って、きつい、ちょっと、なんでだよ、うっそ、きついわ、ちょっと。あ、待って待って、きついきついきつい。あと10パッキーで半分、ちょうど半分、半分ライフはあるけど、5回かぶったら終わる。そうだね。うわ、マジでか。え、うそ、マジ、ノーマルでもまだ出てないのあるんだけど。うそー、いや、きついくないこれ。意外にノーマルが埋まってないんだよね、ノーマルが。ノーマル余裕で埋まると思ったんだけど、ノーマルが意外に埋まってないっていう。うそー、マジかー。いや、でもあと4回ライフはあるから、大丈夫大丈夫。あの、いけるところは頑張っていく、信じていくしかないからね。 3! かわいい、ハミー来た、やった、熱々ハミー、ありがとうございます。まだ繋がった、ハミーが埋まったから、このハミーね、埋まったから。2番スパイシーとパムパムで、キューハニーで、この辺でハミ SSR だからね、ハッピーチャージと HR のキュアコーラルいけるから、結構ギリな戦いだけど、なんかハミのおかげでいけそうな気がしてきたよ。ありがとうハミ、俺は信じるよ、コンプリートを、全身コンプリート信じていけよ。持ってないよ。嘘、ハッピネスチャージ、プリキュア、やった、来たわ、 SSR 埋まった。嘘、あと3枚 HR とノーマル2枚まさかノーマル2枚で不正数になるとは。とりあえず、あの一番ヤバそうだった SSR が埋まった。おっしゃ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 、オッケーオッケーオッケー、そっといてそっといて、ありがとうございます。よっしゃ、 SSR 埋まった。とりあえず一番ヤバいなと思った。あと、え、あ、でも HR あったわ、 HR。 うわ、やべ、このダブルは出てんだよな、ヤバいな。フラミンゴとパパイヤは出てる、コーラルが出てないから、でもまだ出る可能性はあるから。え、あ、で、いや出るかな、なんか出そうな気がしてきた、なんかいける気がして。おー、怖え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 、よしよしよし、まだまだチャンスあるから、大丈夫大丈夫、いけるよ。1、2、3、いやいや怖えな、この追い詰められてる感じがすげえ怖え。でもね、このワクワクが楽しいよね。おー、HR だ、キュアコーラル。あ、やっぱ目のとこすごい綺麗じゃない、ほらレインボーみたいになってる、すげえ、超綺麗じゃん、キュアコーラル。24番埋まった、あとノーマル2だ、ノーマル2枚でコンプ、よしよし、揃ったぞ、揃った揃った、 HR 全部、やべえ、ガチのマジで奇跡起きてきてる、奇跡起きてきてる、奇跡起きてる、え、マジ奇跡起きてる。あと2番のノーマルカード、スパイシーとパムパムと、9番のノーマル、キューハニー。キューハニーとスパイシーパムパムで、間違ってないよね。見逃してないよね。コンプリート、よし、いけるぞ、よし、マジか、もう絶対無理だと思った、正直。正直もう終わったと思ったんだけど、なんか、いけそうな雰囲気を醸し出してる、今。コンプいけるぞ、行くぜ、頼む、決めてけ、ハニー、キューハニーじゃねえか、やったー。え、マジか、これいけるぞガチで、あと1枚だもん。いや、でも1枚がね、今のプリキュアだもんね、スパイシーとパムパムって、レア中のレアじゃない、結構きついじゃねえか。いや、来てくれてありがとう、ハリー、ハリー来た、あと1枚、あと1枚、頼むぜ、来てくれ、あと1枚、やべ、怖いんだけどマジで。え、これえぐいよ、すぎない、何この怒涛のラッシュ、やったー、コンプリート、夢じゃねえよな。え、これ絶対合ってるよね、キュアスパイシーとパンパムだよね、やった、来たー。パンパムってやっぱこれ、この子、パンパムってどこに、やっぱこの子かな、キュアパンパム、
キヨ、あ、キヨ、キヨ、キヨスパイシーとパンパンで、オッケー、コンプリートできたわ、奇跡中の奇跡。これで全部埋まった。いや、もう、ガチ、ガチ。ガチで、ハニー出たでしょ、今。ハニー出て、スパイシーとパンパンが出て、間違ってないよね、全紙コンプで。え、奇跡起きた。ニアコでコンプできた、ギリ。よかったー、ありがとう、みんな。これでみんなと見れる。最後。最後、全部ね、開封して、みんなと一緒に見れるぞ。これ、全部出した後ね。なんか、これ、待って、一番最初にミューズ出たよね。一番最初に帰ってきたぞ、ミューズ。まず全部開けてから、最後に全部並べて、みんなで見て、終わりにしましょう。ありがとうございます。オッケー。いやー、よかった。うまい具合にコンプできて。マジめっちゃ怖かったんだけど。もうダメだと。いや、よかったよかった、ほんと。これでみんなと見れるわ、最後、並べてね。それでは、早速、並べて、全種にね、並べて、間違ってないよな。いや、今ね、ちゃんとダブルチェックしたから、間違いはないはず。全種類、コンプリート、できてるはず。この1話のね、カードから始まり、2、3、4、5、6、7、8、で、9、10、11、12、13、14、15、16、17、で、18、19、20、21、22、23、24、25、26、全部で26種だからね。オッケー、コンプリート、ありがとうございます。これが今回のプリキュアウエアス第5弾で、だったよね。第5弾だよね。第5弾の全種コンプリート。全カード。いやー、最高だったわ。カード仕様がすごい綺麗。俺この HR の仕様一番綺麗。これいいね。HR。これでね、プリキュア、ダークプリキュアとかさ、欲しいよね。キュアドリームとか、この HR ですげー欲しいわ。めちゃめちゃ、かっこいいと思う。すげーカード仕様がかっこいいのたくさんあって。これは全種コンプ違いがあるね。最高のカード仕様だった。ということで、今回は、プリキュアウェアス第5弾の開封レビュー動画でした。みんなもぜひゲットして。いや、結構ね、200個でギリだったから、たまたま運がよくできたけど、3箱ぐらい、3箱あってもいいんじゃねえかな。カード被り、全然ゲットできてもいいしさ、イチゴのウェアスガチでうまいし、全然3箱あってもいいと思うから、安全にコンプして、もう3箱でコンプできないってことないだろう。三角できるけどかなり生まれるけどは。まあ、たまにありそうだけど。俺前あったしな、実際にな。かなりきつい戦いに。でも、一応、200個でコンプできたから、まあ、200個でチャレンジしてみるのもいいんじゃないかなということで。また次回ね、次もリクエストきたら6段開封しようかな。いや、6段、シークレットとかないんだね、このシリーズね。俺今まで何回か開封したことあったような気がするけど、シークレットあったような違うシリーズかな気がしたけど、シークレットないから。まあ、その上に関しては簡単かもね。シークレットないから。シークレットってやっぱ出にくくなってるはずだからさ、それがないから、まあ、でもちょっとシークレットない代わりにノーマルで苦戦したけどね。ノーマル、ノーマル危なかったよな。よかったわ、コンプできて。最高に嬉しいんだけど、マジで。マジギリでコンプできたから、ほんと嬉しいわ。